結婚して5年。今は夫と義父と私の3人で暮らしています。結婚前から小説家志望だったこともあって、普段は家で地方の新聞に軽く掲載されている小説をバイトで執筆しています。して休んでくれよ。ありがとうございます。物書きが仕事だと子育てしながらできていいよな。そうですね、はい、共働きだと生活も困ってないだろう。そろそろどうなんだ孫。あ、はい、分かってますから。早くしっかりした後取り産んでくれよ。仕事で座りっぱなしは良くないんじゃないのか。はい、たまには公園とかどっか行って気晴らししてきなさい。はい、しっかり頼むぞ。ねえまた言ってよお父さんに。もう口を開けば孫孫孫ってさ、もう私ストレスで変になりそうだよ。前も言ったんだけどな。もう一回言ってよ。はいはい。この間もそんなこと言ってさ、断ったじゃん。しょうがないだろ、仕事忙しいんだよ今は。ねえ、私の気持ちも分かってよ。今日はなし。寝るぞ、おやすみ。ちょっと。ねえ、浮気していいの？好きにしたら。嘘でしょ、信じらんない。
夕飯の支度すぐしますんで待っててください。ありがとう。今日の夕飯、美味しかったな。本当ですか、ええ、嬉しいです。それは仕事はどんな感じなんだ、ここのとこ。ああ、まあぼちぼちだよ。あ、そうだ、来週から俺博多に出張だ。またか。博多、そっか。博多か、遠いな、随分。まあ、仕事だからしょうがないよ。うん、頑張ってね。うん、ありがとう。出張はいいけどさ、たまには有給使って、ゆうさんもどっか行ったらどうなんだ？いいんですよ、私は。ね、大丈夫ですから。頑張ってよね。ありがとうな。かわいそうで見てられないよ、こっちは。これが終わったらさ、少し休み取れるかもしれないから。うん。博多か。あ、そういえば、小説の方はどう？ああ、まあまあ順調かな。でもなんか最近いいアイデアがなくてさ。そっか。うん。しょうがないけどな。なんかないかな。じゃあ次休みとか取れた時は、うん、まあアイデア探しも兼ねてどっかで受けるか。ほんと？連れてってよ、早く。終わったらな。約束よ。うん。気をつけてね。ありがとう。お土産買ってくるから。本当？好きだよ。じゃあ、いってらっしゃい。気をつけてね。うん、ありがとう。ゆうさん、調子はどうだい？いい感じですね。ありがとうございます。今書いてるのはどんなの書いてるんだい？少年と少女の純愛もので。純愛か、そういうのが一
一番いいな。はい。あ、少年で思い出したが、うちに跡取りができないのは息子に何か問題があるんではないのか。ああ、すまん。まあそんなこと言っても仕方ないな。じゃあ頑張って。どうしちゃったんだろう、私。ゆうさん。あ、お父さん。どうしたんですか。疲れてるだろう。マッサージしてあげようかなと思ってさ。いえ、大丈夫です。そんなこと言わずに座ってばかりいちゃ体に毒だぞ。ほら、あ、いや、ほら、おいで。あ、お父さん、うん、大丈夫ですよ。気にするな、気にするな。ほら、本当に、うん、大丈夫ですってば。3 days later. しかし出張大変だったな。今日は休みだし、のんびりできる。やっぱり家のご飯が美味しいな。本当？うん。ありがとう。あのさ、ん？なんかあった？え、どうして？いや、なんか元気ないから。別に何もないよ。そっか。お前がいなくて寂しかったんだろうな。そんな。Several days later。3 weeks later. あなた、お土産ありがとうね。ああ、気に入ってくれた？うん。しかし、ユウの書いた小説、すごいいい感じだな。この人は、全く気づいていない。私の身も心も、そしてお腹の赤ちゃんも全部お父さんのものなのに。ここのところもリアリティがあるな。本当？うん。続きが気になるな。面白い。お、面白い。でも自分の妻がこういうの書いてると思うと感が高いな。おはよう。はい、学校来い。はい、1限からなんです。ああ、そうかそうか、気をつけてね。うん。じ
行ってきます。あ、気をつけてね。うん。